はい、皆さんこんばんは。今日はですね、色の話、カラーの話ですね。天体写真もしくはビデオの方々で、色についてね、まあ、今後、調べて探求していきたいと、ね、スキルアップしたいと言われる方、特にビギナーの方なんかはね、ぜひご覧いただきたいと思います。まあ、素材はですね、天体写真で、解説したいと思いますので、天体の方もですね、ぜひご覧になってください。はい、今ねご覧いただいているのは馬頭星雲ですね。まあ、このように赤い星雲なんですが、まあ、これね、ちょっとコントラストアップしてみましょう。コントラストのねアップの方法っていろいろあると思うんですけど、まあ、このようにねトーンカーブによって S 字を作ったりとか、はいね、これでコントラストアップしましたね。いかがですか。これねビフォーアフター、どっちを好むかっていうのは、これはねもう完全に人それぞれで好みの問題です。好みでどっちがいいとか悪いとかっていうのは、上級者だから難聴が好みとかね、ビギナーだから好調のねどぎついものを好むとか関係ないですね。もうこれ好みだからね、ここはどっちが正しいとか正解というのはありません。問題なのはエラーですね。その写真カラーで陥りがちなエラーとかミスっていうのがあります。それが何かっていうと、一つ目に色方はですね、はい、これね RGB の、まあ、画像ですね、このカラー画像ね、これを3色のレッド、グリーン、ブルーに分解してみるとこのようになります。赤、緑、青になりますね。ここでちょっと赤見ててくださいね。この赤、中心部ちょっと大きくして、で、さっきのトーンカーブをかけるとこうなるね。ビフォーアフターね、まあ、このような形です。はい、ちょっとこう、まあ、当然ねコントラスト上がって明るくなってますよね、この馬頭付近のところが。はい、というのはここよろしいでしょうか。で、これがあんまり行き過ぎるとですね、どうなるかっていうと、はい、このように飽和まではしてないんですけど、トーンカーブによってのぺーっとしてしまってるっていうね、まあ、こういったところにもちょっと注意が必要で、まあ、エラーかどうかって言ったら厳密なエラーじゃないんだけどね、色方は寸前のところでもう会長が寝ちゃってるよと、レッドチャンネルのねモノクロの会長が寝ちゃってるよっていうところは意識された方が、後のスキルアップ、自分が今何をしているのかっていうのが分かりやすいと思います。はい、次に今度はね色相彩度、これはねすごく分かりやすいです。はい、このね色相彩度で、カラグレでもそうなんですけどね、自然な彩度とかサイドパラメーターってあるじゃないですか。あれで、まあ、すぐに右にパラメーターを右振りするってこと、つまりここでいうところのこの彩度を右にこのように寄せていくということ、ね、これをやることで劇的に色を強制的に乗せることができるということで、あ、これは締めたもんだということで、このパラメーターをついついね安易にいじってしまいがちなんですけど、これもちょっと紐解いていきましょう。 RGB の画像で見ますと、はい、このようになっております。 RGB ね、 RGB 出ましたね。はい、でこの R っていうのがね飽和しているのかどうか、まあ、これ見る限りね、まあ、そんなに顕著な、飛びっていうのはないんですけど、これ以上ずっとね右に振っていくと、ほら最終的にはこうやって飽和する、ね、はい、この辺ぐらいから飽和してる。もうここねトーンがありません、白く抜けちゃってる。この時のカラー画像どうかっていうとこうなる。どうですか、これ綺麗ですか。写真にたしなみがないとか、写真鑑賞にあまりたしなみない方は、あ、これでも綺麗って言われる方いるかもしれないですけど、だけどやっぱり例えばね額とかにして長期間、飾っておきたい絵ってどっちって言った時に、これと、ね、これを見比べたら、まあ、私だったらこっちはもう色べた潰れてしまってるからこっちって言いたくなる、ね、まあ、その半分がいいのかとかね、まあ、そのさじ加減っていうのはあると思うんですけど、これ今ねまあ、サイド20ぐらいにしました。これだったら飛んでない。なぜ何が言いたいかっていうと、サイドパラメーターで色飽和っていうのはやっぱりねもうすごい窮屈で、絵のようになっていく、絵のようになっていく。絵ってどういうのって言ったら、塗り絵なんかすごく分かりやすいですね。アンパンマンとかドラえもんとかね、塗り絵とか、あの子供のやつあるじゃないですか、枠っていうのはなんていうの、あの絵のね、なんていうの、輪郭か、輪郭が描かれていて色はついてない。じゃあ子供にねクレヨンも出して塗ってくださいって言って、ね、真っ赤っかとか緑とか空は真っ青とかね、まあ、そういう風に塗るでしょう。
ベタ塗りになっちゃってるからトーンがない。で、ビビットですごく子供の目には分かりやすいですけど、写真という観点で見たらやっぱり写真っぽくはない。つまりリアリティがないってことになります。リアリティを失っていくとどんどん非現実的な絵のようになっていきます。はい、だから海外みたいだねっていうふうに言われるとちょっと微妙なんですね、写真やってる人からするとね。はい、ですのでこの色飽和っていうのはちょっとね、こう非現実な絵画調になってしまう、色が飽和してしまって写真的にもトーンがなくて、ベタッと潰れてしまってるっていう状態なんで、そこはねご注意ください。これが1点目の色飽和に気づいていない、ついついね、まあ、気持ちいいからこれどんどんねサイドパラメーター右に振ってって、あこれでいいじゃんってね、これでいいじゃんって完成にしてから後から後悔すると、後からあなんだ俺飛んでるじゃんって、ね、なんで俺気づかなかったのかなっていう、そういう状態ですね。ぜひね、このアドビのフォトショップなんか使ったらね、まあ、このようにレッド、グリーン、ブルーってね、まあ、このように見ることができますので、サチってないかどうか、ね、サチるっていうのはね、まあ、極端に言うとですね、明らかにこれサチってるだろうっていうのは、飛んでるだろうっていうのはこういうのですよ。これは、ね、飛びって言っても、この辺なんかちょっと見てください。この辺なんかは、RGB すべて飛んでますよね。すべて飛んでる。これはもう誰が見てももう白いってわかるから、ね、だからこれは防ぎようがあるんですよね。目で見てすぐわかるから。だけどさっき私が言ったような、ね、全体的には、ね、著しく白く飛んでるとかっていうことはないんだけど、色は乗ってるわけだから。だけど単色で見ると、ね、RGB の単色で見ると、まあ、このように飛んでるよねって、こういう状態までしっかりね、まあ、目を光らせてで、まあ、処理を進めるということをね、ぜひやっていただきたいなと思います。はい、これが一つ目。あとですね、今そもそもこの色相サイドっていうパラメーターを私は右に振りましたけど、いわゆるねこれ、まあ、カラーグレーの方だったら色をのせていくっていうじゃないですか。 S ログで軟調に取っておいてラットをのせて当てて、で、まあ、その前後なりのプロセスで色をどんどん乗せていくんですっていうふうに言ったりとかしますし、あと天体写真の方々もね、背景のフラットとか傾斜かぶりを直して、ね、人工衛星除去してで、その後色を乗せていくとかっていうじゃないですか。まあ色はね最終段階で、まあ、そのサイドパラメーターとかあとシャープネスとかを加えてやったりするわけですけどね、この色を乗せるっていうのは今私が言ったようにサイドパラメーターを右に振ったりすることがね、これが必ずしも色を乗せるということではないということです。これ何かっていうと、私はね雑巾理論って言ってるんですけど、雑巾って水の滴った雑巾っていうのは絞れば絞るほど水が滴り落ちますよね。はい、絞る、強く雑巾を絞るということがコントラストアップです。やんわり絞るっていうのはね、あんまりコントラスト強調してないということです。ちょっとねこれねパラメーターを調整レイヤーでちょっと例えてご説明します。明るさコントラストのパラメーター、これをコントラストのとかありますね、これを例えば左にやっていくと、はいどうですか、眠くなっていきますね、のべーっと難聴に眠くなるね。まあ、この眠い状態が好きっていう人もいます。どっちがいいとか悪いっていう話はしてません。で今度は右振りしていきます。はい、右に振っていくとほらくっきりはっきりしてきましたね。はい、これコントラストアップですね。まあ雑巾をぐーっと強く絞った状態ですね。でこの時にコントラストをね思いっきり強調した時に何が起きるかっていうとね、ただ、コントラストが強調されただけじゃなくて再度色の強さも高まるんですよ。つまりどういうことが言いたいかっていうと、これ、フォトショップで RGB チャンネルってこうやって分解するじゃないですか。これね、通常はこの RGB モードなんですけど、そうじゃなくて LAB モードっていうのにするとわかります。はい、LAB モードっていうのにすると、これ L のこの画像っていうのは、これ色関係なし、RGB 関係なしに全体の明るい暗いの濃度を指したルミナンスのその明度チャンネルのこと、これ L って言いますね。で、AB チャンネルっていうのはこれのっぺりしてますよね。これご覧ください。のっぺりしてる。写真っぽくないでしょ。ね、なんか模様みたいな感じでしょ。これね、色のチャンネルなんですよ。色が、色相がどっち方向にどれぐらいニュートラルグレーから
まあ、乖離というかどれぐらい離れているか、離れていればいるほど色がビビッドになっていきます。はい、そういうものを、4方向で示したものがこの、AB チャンネルで、これを L と合わせることによって LAB の、モードっていう風にね、これ Adobe の Photoshop ではこのように扱うことができます。はい、で、一般的にはね、RGB モードでコントラスト強調すると色も彩度も高まるんですよ。ちょっとやってみましょうか。これでコントラスト強調しますよ。はい、このようにコントラスト強調とか、そうですね。まあいいや、これ一旦ね、コントラスト強調しました。はい、で、これを複製して、コントラスト強調前と強調後ね。はい、これ一つね。あともう一つ。もう一つは何するかというと、色相サイドでサイドパラメータを右に振ってった。これね。はい、これも結合します。はい、いいですか。これが元画像、これがサイドだけを強めた画像で、これはコントラストを RGB で、高めた、画像です。はい、この3つをですね LAB に持っていきます。はい、そうするとどうなるか。はい、まずねこの L を見てください。色相サイドを高めたものっていうのは、L は果たしてね、変化するのか、モノクロ情報っていうのは変化するのか。はい。before, after, before, after. ね。多分ね、これ、カラープロファイルか何かの違いか、なんかわからないけど、ちょっとだけ変わってるんだけど、でもね、ほとんど変わってないですね。基本、サイドをいじるっていうことは、AB チャンネルのコントラストを高めるっていうことに他ならないんで、ルミナスの明度っていうのは何も影響を及ぼさない。ね。明度っていうのは全く変わらないっていうのがこの色相サイドです。だけど全体的に RGB 合成すると、はい、before after すごいね、before after 色が乗りますよね。はい、ね、モノクロ情報には影響を与えずに色ばっかりを乗せてる。絵の具の色の、まあ、水で薄める濃度ね、水彩画で絵の具を水で希釈というか薄めるじゃないですか。あれの水の量を少なくしたら色が濃くなるでしょ。で、水を多くすると薄くなるじゃないですか。うん。まあ、まさにね、色を濃くした状態です。色だけを濃くして。で、モノクロの情報っていうのは一切いらってないっていう状態です。これが色相サイドのパラメーターで、サイドをただ右に振っただけの状態です。で、対してこちらね、RGB チャンネルで、コントラストをね、まあ、トーンカーブで言うと S 字カーブをね、描かせると。そういう状態は果たしてルミナンスはどう変わってんのかっていうのがね。はい、いきますと、before, after。ほら、思いっきりね、このモノクロ情報っていうのはコントラストがアップしましたよね。はい。で、じゃあ色チャンネルはどうなのって。AB チャンネルどうなのって言ったら、はい、before, after。はい、変化してます。ね、before, after。変化してる。色も変わってる。はい。いいですか？B チャンネルも before, after、ね、変化してますよね。つまり私何が言いたいかっていうと、ね、色をただあのモノクロの情報を無視して色をただ載せるっていうのは、なんて言ったら、モノクロの情報は、まあ、さっきで言うこの L、 このモノクロの情報は置きっぱなしにして、AB のこの色だけを強める、サイドばっかり乗せて、うん、色を強めるっていうのは本来リカバリーの処理であって、うん、本来は自然界なんか見てたらわかります。例えばリンゴがあったとして、室内の暗い部屋で見るリンゴの色と、ね、炎天下のものすごいハワイみたいなところで見るリンゴの色って全然鮮やかさが違いますよね。測色すると多分違うと思うんですけど、写真で撮っても違うと思います。だけど同じリンゴなんですよ。つまりコントラストが低い、雨の日とかね、ローコントラストで見る色っていうのとハイコントラスト状況下で見るリンゴの色っていうのは全然違うわけですよ。つまり何が言いたいかというと、コントラストが高まれば高まるほどおのずと色が乗っていくんですよ。なので、さっき私がやったようにね、本来だったらモノクロ情報もサイド情報も両方がバランスよく上がっていくのがこれ普通なんですね。自然界でもそのような、符だよってことを今言いました。はい、だけどこの色相サイドパラメーターっていうのは、ね、何かどっかに不一致があって、モノクロのコントラストに対してどうも色のりが少ないなって、
例えばラットとかで、ログとかで撮ってラットを当てるんだけど、なんかねコントラストはドンシャリで、明暗しっかりついたのになんか色が乗ってないなっていう時に救済措置として使うのが望ましいんですよ、サイドっていうのは。よろしいですか。本来は元素材自体がコントラストとサイドっていうのが適切にちゃんと撮像できてさえいれば、ね、普通に S 字カーブなり明るさコントラストなりでパラメータ右に振って、まあ、いわゆる雑巾を絞ればですね、はい、しっかりと、色とコントラストっていうのが両立して上がっていくんですね、はい、なのでそこの勘違いをしてしまうとね、安易にねそこの勘違いをしてしまうとどうなるかっていうと、はい、いいですか、はい、これ元素材ですって、じゃあ今から画像処理しましょうって、色がなんかねちょっとくすんでるかなって言って、これを安易にこうやってやってしまうと、さっき言った LAB モードの L のねモノクロの白黒の画像っていうのはもう置いてけぼりになるわけですよ。でそうするとモノクロは眠い画像なのにね、L はルミナンスはすごく眠いのに色ばっかりがギンギンに乗っちゃってるっていう塗り絵状態になっちゃうよってことなんですよ、ね、なのでコントラストが伴ってない、モノクロのコントラストが伴ってないのに色ばっかりサイドばっかり極端に上げてしまうと、さっき言ったように、まあ、色飽和の原因にもなるし、そもそもなんかおかしいよねってことになる、ね、これ今ね、赤チャンネルっていうのは飛んでない、ギリギリ飛んでないんですよ。だから、まあ画像情報的にはエラーではないんですね。致命的なエラーではないんですよ。ですけど、例えばここでコントラストを思いっきり下げて輝度ってやります。はい。L チャンネル、さっき言った LAB のね、L チャンネルばっかりがどんどん老根になっていって、いいですか？このように複製してどんどん老根にしていって。あれ、うん、いいか、はい、ね、ビフォーアフター、この状態この状態ね、これすごく分かりやすいですね。ローコントラストね、さっきの塗り絵のモノクロの、ね、白黒の情報は全然のぺっとしてるのに色ばっかがなんか乗ってて不釣り合いだよねって、この状態です。これは画像情報的には何かが飛んでるとか何かが潰れてるっていうわけじゃないんですよ。だけどこれはね、うん、致命的な、情報のエラーはないものの明らかに不自然ですよね、写真として。どうですか、これとこれ見比べてどっち選びますかって言ったら、これ不自然だって言いますよね。なんで不自然なのかなっていうことが私は見たらこれすぐわかるんですよ。これはカラーグレーディングやっててもそうだし、天体写真やってても私の脳内で RGB とか LAB っていうのがパッと頭に出てくるから、まあもしくは CMYK とかね出てくるから、明らかにああこれはねって、うん、LAB に分解してみなって、はい、ああじゃあやってみましょうかって、 LAB にこれを、はい、分解しますよ。LAB に分解しますよ。そうした時に、はい、L がものすごいのぺっとしてる、ね、に対して AB チャンネルっていうのは変わらない、はい、B チャンネルっていうのも変わらない、ね、色そのままなのに、ね、メイドチャンネルばっかりがのぺっとしちゃったからものすごい不自然な塗り絵みたいな変な、不釣り合いな画像になってしまったと。ね、画像処理とかカラーコレクショングレーディングをしてると、そもそも映像とか写真の画像の成り立ちっていうね大元の部分をいじっちゃったりとかすることがある。なので整形手術と一緒でなんかやりすぎておかしくなっちゃったって、おかしくなっちゃったんだけどこれ何がおかしいんだろうって、何がおかしいんだろうって言ってね、うん、でまあこれをじゃあね救済措置で RGB モードちょっと持ってきますよ。救済措置でここにじゃあコントラストをね強調してみましょうと、強調しようということでこのようにやるじゃないですか。そうすると色情報はさっきこってり載ってたのにね、明度情報と色情報一緒くたでコントラスト強調したからもう今度は色が乗りすぎなんですよ。ワイヤーになってきてどうやったらいいのかわからないって、うん、なのでビフォーアフターで比べたらもう全然雲泥の差ってことになっちゃう。わかりますか？まあ、これ見たらわかるよね、明らかに。皆さんだと多分わかると思うんだけど、明らかにこれっていうのは失敗かなって。これはちょっと残念な結果になっちゃったねって。せっかくいい空で撮ったのにっていうことになりますよね。
はい、なのでコントラストと、ね、サイド、まあ輝度情報、明度情報って言ったりしますけど、モノクロと色のサイドっていうのは、ね、別々のパラメーターで調整することもできちゃうわけなんですけど、だけどそれはあくまでも、ね、救済措置的にそのバランスをうまいこと合わせながら整えながらやっていかないとダメなんだよと、ね、コントラストが上がってないのに色のサイドばっかり上げてっちゃったら不自然な、さっきみたいなこういう絵になっちゃうよっていうことを2つ目ね、ご注意ください。はい、で3つ目ですね。3つ目はですね、色を乗せすぎて弊害っていうのがあって、ちょっと違う画像いきましょうかね。あ、これでいこうか。これアンドロメダ大星雲ですね。これ今3色分解で見ると RGB ね、 RGB ですか、あんまり変わんないけど RGB です。はい、B はちょっとモコモコしてるね。はい、でこれを色相サイドパラメーターで思いっきり右振りして、でサイドのみ上げるとこうなる、ね、この時何が起きてるかパッと見て私すぐ分かります。 RGB でどうなってるのか、 L でどうなってるのか、 L でどうなってるか分かりますか皆さん。さっきの LAB の L で、ね、これがこうなった時に L がどうなってるか分かりますか。はい、答えは何にもなってない、うん、L 画像には影響を及ぼさないのがサイドパラメーターだから。まあ、そういう風にしてどんどんね、色をこう分解して組み立てができるようになってくるんですよ。そしたらもう直感、感性で見た時に、あ、これはこうだなってすぐ修正することができる。これカラーグレーディングでも天体写真でも一緒です。はい。ね、一度そのスキルを身につければ、もう年食ってもね、同じですよ。失われることないと思う。はい。で、こうやって見た時に、もうすぐわかる。ブルーのチャンネル、ね、イエローの反対だからブルーのチャンネルが、ここの、こう見てここ。この部分がブルーのチャンネルは黒くなってる、ね、今これでサイド右に上げたから黒くなって、ちょっと不自然に黒くなってるっていうのがもうすぐこの画像を見たら分かるんですよ私は。はい、じゃあ見てみましょう。チャンネルの R ですね、 G、 そして B、 ほらここ黒くなってるでしょ、これもすぐ分かるんですよ。でこの黒さっていうのは、ね、ここの背景バックグラウンドの宇宙ですね、何もガスのない宇宙の黒よりもここの方が黒いっていうのはおかしいですよね。わかります？ガスも何にもない真っ黒であるね、うん、フォトンが何にも届かないゼロ、うん、だって宇宙の漆黒のバックグラウンドって星雲とか銀河とかそういうものがない限り黒じゃないですか。これはもう宇宙知らない方でもわかりますよね。うん、まあ、写真表現の一環でバックグラウンドちょっと明るくしたいとかオフセットかけてるっていうね、まあ、便宜上の都合はあるんですけど、でもここら辺は多分まあ黒だろうっていうのは分かるじゃないですか。この黒よりもここの方が黒いって、ね、銀河の中心付近ですよ、うん、どういうことっていう話ですよね、うん、これはブルーの、ね、チャンネルを見てる。レッドとかグリーンはそういうことはないです。中心に行けば行くほど明るくなっていく。なのにこのブルーっていうのは背景宇宙よりもズドンって黒くなってる。ブルーフィルターで、デジカメでブルーフィルターでアンドロメダを宇宙で撮った時にこのように黒くなってしまったら、いやこれおかしいって思いますよね。なんでここだけ光が集まらなかったのって、ね、電子がこう集まらなかったのってことになる。で、なのでやっぱこれおかしいんですよ。でこういう見方もあるんですね。これ天体写真の見方ですね。背景宇宙のバックグラウンドよりも、ね、ズドンって落ちてしまってるぐらいまでに、ね、そういう弊害が起きてしまってるぐらいまでこの色彩強調をやってしまってるから、これは紛れもなくこんなはずはないということでエラーです。はい、そういう観点ね。はい、天体写真なんかは、まあ、ついついね色を乗せてしまいがちなんだけど、そういう観点もね一度持って、チェックされてみてください。よろしいでしょうか。はい、なのでね、カラーで陥りやすいミス3つ挙げました。1つ目は色飽和に気づいてない、知らず知らずのうちにね色のサイドパラメーターばっかり右に振って色の 単色飽和っていうのはなかなか気づかなかったりする。うん、RGB 全てが飽和したら真っ白になるから気づくんだけど、 R だけ飽和とか、ね、もしくは RG だけが飽和しててイエローになって、でブルーは飽和してない、2色飽和なのか3色飽和なのか、
特に一色だけの単色飽和っていうのは気づきにくいんで、色飽和にしっかり気づくようにね、そこに気を使うようにってことをされてください。これは一つ目で、二つ目はコントラストっていうのが伴わない、まあ、雑巾に例えると雑巾を思いっきりねじるってことはコントラストがギューッとね、濃淡はっきりする。なのに色が出てないってのはおかしい。本来だったら雑巾っていうのは絞れば絞るほど水が出てくる、絵の具の水が滴り落ちるはずなのに色が出てないっていうのはおかしいということで、そこはやっぱり色が乗ってなきゃいけないとか、逆にコントラスト、つまり雑巾絞ってないのに色ばっかり乗ってるっていうね、それはそれでやっぱり絵の具というか、なんだ、塗り絵みたいでおかしい、絵画みたいでおかしいということ。コントラストとサイドのバランスっていうのは適切な、適切なそのバランスっていうのがあるんだよということを把握するということですね。はい、それが2つ目で、最後は色を乗せすぎちゃって、さっきのアンドロメダみたいに単独で見た時に宇宙のバックグラウンドよりも黒くなっちゃっておかしいよねって、どう考えてもおかしいよねという3つの陥りやすいエラーをお話ししました。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね、分かりにくい方はね、もう一遍もしくは繰り返しね見てください。私今言ったことすごい大事なことなんで。はい、天体写真のねプロセスを学びたい方は下にねリンク貼っておきますんで、天体写真結構ガチでね、解説した DVD っていうのを下にリンク貼っておきますので、そのショップの中にいっぱい、お好みのやつあります。星系写真とか、直焦点写真とかありますんで、そちらのリンクをぜひ、ご覧になってください。で、カラーグレーディングとかね、映像の方向けに何か解説したものっていうのは特にないんですけど、まあうちでね YS イメージで撮影するためのねジンバルとか、そういった機材とかを売ってますんで、それもね下の商品ページ、ぜひねご覧になってみてください。はい、そんなわけでね、今日ね一発撮りでね、はい、ノーカットでいきましたが、ぜひね、よろしければコメントと、チャンネル登録とかね、はい、リアクションいただけたら幸いです。以上です。ありがとうございました。